アナコンダベイシーズ一番注目度が高いのはこのブランドだと言っても過言ではない。ドラゴンフライベースの周波数帯が40じゃなくて60っていうね。どうもこんにちは、ギーキンボックスの佐賀です。みんなジャズベースは好きかい？俺は好きだい。最近ベース業界流れが早くてどんどんね、いろんなブランドが出てくるんですよ。やっぱりね、そこら辺片っ端からこうコンタクト取ってると僕の中のジャズベース感もね、どんどん変わっていくんですよ。そんな今、ジャズベ島の僕がジャズベ島の皆さんにおすすめしたいジャズベを紹介します。今回紹介するのはアナコンダベーシーズ、アルソニックインストゥルメンツ、ドラゴンフライ、エキゾチックギターズ、サドウスキー、そして AV ベーシーズです。それでは本編ちょろり。1本目に紹介するのがアナコンダベーシーズですね。イギリスのブランドなんですけど、今ヨーロッパのジャズベース界隈で一番注目度が高いのはこのブランドだと言っても過言ではない。本ちゃんのモデルはイギリスで作ってるね、すごい高いものなんですけど、このモデルはエッセンシャル版っていうかポストパフォーマンス版みたいな感じです。韓国で作ってるんですけど非常にクオリティ高いです。今あるのがこのウルトラ J5 エッセンスっていうモデルが何本かと、ウルトラPJ5 エッセンスっていうものですね。こっちはデラのピックアップで、こっちはオリジナルのピックアップになってます。スケールはね 34.5 インチですね。ちょっとだけ長いです。リアピックアップのポジションはちょっとリア寄りなんですよね。フェンダーでいう 70s のポジションとほとんど同じかなと思います。フロント側もちょっとずらしてるような気がしないでもないけどね。この PJ のポジションとかちょっと珍しいですよね。ヘッドは3:2、これもなかなか珍しいです。ペグはヒップショットのウルトラライトですね。韓国産っていうとなかなかね、いいベースじゃないコストパフォーマンスモデルっぽいっていうものが想像されますけど、このベースに関して言うとスペックがしっかりしているので、ただただ人件費が安いところで作ってるっていうだけかなと思います。韓国のねギター工場、正直ねめちゃくちゃ評価高いです。はい、全然日本よりいいんじゃないとか言われることもありますよ。海外の工場かなりクオリティ上がってるみたいです。っていうのはこれを弾くとすごく感じますね。このベースはプリアンプがかなり強力なので、そこら辺の違いもねぜひぜひ聞いていただけたらなと思います。価格的には20万円から30万円の間っていう感じですね。まあ大体25万円ぐらいです。じゃあ音も聞いてみてね。
2つ目に紹介するのがアルソニックインストゥルメンツっていうブランドですね。アルソニックには2つのモデルがあって、ジャンゴっていうねスティングレイをモチーフにしたものと、この J スペシャルっていうジャズベースをモチーフにしたものがあります。今回の企画はジャズベトーニっていう話なんですけど、ジャズベースにね限らない方がおもろいかなと思って変わり種も入れてるのでご了承ください。アルソニックの一番特徴的なところっていうのは、このトップに貼られたアルミですよね。それをねこう美しくフィニッシュすると、木材とはまた違った魅力が出てくるかなと思います。結構かっこよくないですか。おしゃれなことやってるんですわ。イタリアの人らしくね、作ってるのはハゲのおっさんなんですけどすごいいい人です。裏は圧縮になっていてチェンバードされてます。中がくり抜かれてるんですね。なので非常に軽いっていうのも特徴的です。ブリッジとペグはヒップショットですね。ピックアップなんですけど、もともとはねあのハンバッキングがオリジナルでついくんですけど、このモデルに関してはカスタムでシングルコイルのスタイルにしてもらってます。これシングルコイルのスタイルなんですけど、スタックになってて単体でハミキャンセルができるんですね。これっていうのは F ベースのピックアップとかフェンダーのあのノイズレスとかあれらと同じような感じですね。価格帯としては40万円から50万円ぐらいがメインでございます。じゃあ聞いてみてくださいな。3つ目に紹介するのがドラゴンフライっていうブランドですね。東京でずっと楽器を作っている結構ね老舗なギター工房でございます。プロのね愛用者も多いんじゃないかなと思います。ドラゴンフライには大きくねシングルカットのモデルとダブルカットのモデルがあって、シングルカットの方もすごく素晴らしいんですけど、今回紹介するのはダブルカットの方ですね。ハンバッキングのピックアップがついている CHB っていうモデルです。ボリュームバランサートーンで、トーン引っ張るとアクティブパッシブの切り替えができます。
で、このスイッチはそれぞれハンバッキングのコイルタップのスイッチですね。プリアンプはオリジナルのものが入ってて、このプリアンプの出来がね、秀逸なんですよね。僕がすごく気に入ってるのがベースの周波数帯が40じゃなくて60っていうね、そこら辺も含めて割とモダンな作りになってるなと思います。で、これね、スケールが 34.5 インチです。さっきのアナコンダと同じですね。ハードウェアは5等のブリッジと5等のペグなんですけど、このブリッジに関して言うと特注して素材を変えてるっていう話でした。僕よく話すんですけど、ヒップショットと5等って同じブラスとかアルミとかって言っても絶対中身違うよねって、その配合比が違うよねとか思うわけですよ。なんでかっていうと、ヒップショットってヒップショットの音がするからさ。で、僕はヒップショットの方が好きなわけで、もフリーダムとかドラゴンフライとかのブランドについてる5等のブリッジはなんか納得してしまうの。多分それはちゃんとその素材からマッチングさせてるからだと思うんですよね。なんつってな、都合いいかなでもね、僕はやっぱりそういう風に感じます。価格は30万円から40万円台がメインになってくるブランドかなと思います。このモデルはね、トップ材にジリコテっていうちょっと珍しい木材が使われていて、すごいかっこいいですよね。ジリコテね、あのブルベイカーが指板に使ったりしてますね。このモデルはシングルコイルで使うかハンバッキングで使うかを選べるんですけど、今回の動画ではフロントをシングル、リアをシリーズにして弾いてみようかなと思います。僕がね、自分のケンスミスとか弾くときはフロントをパラレルにして、リアをシリーズにしてみたいに、こうちょっとバランスをね取ろうとしてるんですよね。リアの方がちょっと細くなりがちなんで、ちょっと上げると気持ちよかったりするんですわ。まあシングルシングルでジャズベっぽく撮ってもいいんですけど、せっかくこういうベースなので、そういう風な撮り方をしてみようかなと思います。じゃあ音も聞いてみてください。
4つ目に紹介するのがエキゾチックっていうブランドですね。もう何回も紹介してるので皆さんも知ってると思いますし、日本でも大変人気のあるブランドなので質の高さっていうのはご存知だとは思うんですけどね。この XJ1T っていうモデルは日本で全て製造を行っているもので、このレリック加工もすごく定評がありますね。もう一個ね、最近 XJ コアっていうシリーズも出ていて、そちらはアメリカで半分日本で半分みたいな感じで作ってるんですけどね、すごく質がいいです。で、今回紹介するのはこの XJ1T っていう方ですね。昔は塗装がウレタンしかなかったんですけど、最近はね、エイジング加工のためにラッカーでフィニッシュすることも増えてます。このモデルはかなり強めにエイジング加工が施されてますね。はい、ハードウェアはヒップショット、こっちもヒップショットです。もうヒップショットが標準的かなと思います。ピックアップにはローヴィンテージが載っていて、プリアンプはオリジナルのものです。大変ナチュラルな感じでですね、少しだけね、普通のジャズベイより長いというか、このジョイントが浅いんですよ。なんで1フレットが若干だけ遠いです。ハイフレットの方でも弾きやすくするっていう風なデザインが施されているのが特徴的かなと思います。価格は30から40万円ぐらいがメインになってくるかなと思います。じゃあ音も聞いてみてください。
5つ目に紹介するブランドは AVBASIS ですね。はい、これはチェコのブランドです。まあ、ヨーロッパのハイブランドの OEM 製造とかをやってる方ですね。で、そこのオリジナルのもので普通のジャズベースもあるんですけど、それとはちょっとだけ違う、少しだけモダンにしたようなモデルですね。フレット数が少し多くて、でピックアップがバルトリーニのこのちょっとモダンなタイプが乗ってます。ブリッジとペグはヒップショットで統一されていて、プリアンプはオリジナルのものが乗ってます。これがねすごく弾きやすくて、で音もなんかねグッとくるんだよね。フェンダー感は薄くてヨーロッパ流のジャズベースっていう感じですね。価格帯としては40万円から50万円ぐらいがメインになってくるかなと思います。じゃあ音も聞いてみてくださいね。
6番目に紹介するのがサドースキーですね。もともとはニューヨークのリペアショップが始まりなんですけど、今はねもう全世界でこうかっこいいベースを販売しているベースブランドになりました。顧客にはウィル・リーとかマーカス・ミラーとかがいます。このモデルはメトロラインですね。はい、ニューヨークよりも下のランクにはなるんですけど、かなりあの質が良くてプロベーシストの方たちもたくさん使ってます。でドイツ製のものですね。これはこの間までは日本で使ってたんですけど、これがドイツになってクオリティどうなのかなって心配だったんですけど、かなりねクオリティ高くて僕的には結構満足のいく製品かなと思ってます。昔のメトロラインはボディがソリッドだったんですよ。でも今のメトロラインはチェンバードになってます。 NYC もチェンバードなのでスペック的には NYC に近づいたかなと思いますね。チェンバードっていうのは中身をくり抜いて軽量化してるっていうものです。鳴り方も変わってくるのですごくこう引き心地が違います。それがねこのベースはすごく心地いいです。バランスがいいですね。価格は30万円台で売られています。すごくコストパフォーマンスいいなと思いますね。音も聞いてみてください。
ということで6つのブランド聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。ジャズベトが好きそうなベースっていうことで、ジャズベースに限らずジャズベースっぽいものをねこう集めてみたんですけど、やっぱり音の違いもいろいろあるし、聞き心地もねかなり違います。印象的なのはね、あのこのベースでもうプリアンプをオンにした段階でポンプと EQ 処理したみたいな音になってくるんだよね。サドスキーとかともちょっと似てるんですけど、また方向性は違うかなと思います。聞きながら聞いてる僕と聞いてる皆さんとでは感覚がまた違ってくるかなと思うので、あのベースの音が良かったとか、これはちょっと微妙だったとか、そんな話は忖度なくできたらいいなと思うので、ぜひぜひコメントしてみてください。以上、本編終わり。コロナになって久しいじゃないですか。コロナによって結構楽器の価格って上がってるくるっぽいんですよ。これがなんでかっていうと、コロナでこうみんな失業したわけなんですけど、失業保険みたいなやつが結構容易にね出るっぽいんですよ、アメリカが。その失業保険が手厚くて働きたくないんですってだからよっぽどいいギャラじゃなきゃ働きたくなくて、そうなると人件費が上がってくるわけですよ。で、人件費が上がった分のコストっていうのはやっぱり販売価格に跳ねてくるんですよね。で、しかもさ、戦争があるわけじゃない。あれで飛行機が飛べなくなって輸送費がめっちゃ上がってんので、コロナでも上がったし、その旅客機が飛ばなくて、で、エネルギーが上がってて、しかも円安で、日本の楽器の価格ってこれからね、多分 20%30% って容易に上がるんじゃないかなってちょっと予想してます。特に海外来るちっちゃいブランドのベースとかギターは特にそうだと思いますよ。フェンダーもがっちり来ると思うし、物価のさ、インフレに負けないように稼いでいきたいよな。 10% 近くインフレしてる国とか全然あるっぽいんですよ。大変だよね。頑張っていこうかなと思います。みんなで頑張りましょう。もしこの動画面白かったら、ぜひぜひいいねボタンとかなんやかんやしてくれたら僕はとても嬉しいです。 Twitter とか Instagram とか Facebook とかでもやっておりますので、よかったらチェックしてみてください。動画でね、音を聞いたり、ウェブで細かい情報を見たり、 SNS で早い情報を見たりして、そういう風にいろんな面でベースを楽しんでいけるんじゃないかなと思って、日々コンテンツ作ってるのでチェックしてみてくださいな。以上、ギークインボックスの坂でした。ご視聴ありがとうございました。